はい、いやー来ちゃいました。新宿スポーツジムでいいんですか、ね、あ、そうですよ。だから覚えてくれないけど、はい、いや覚えてます。東京に来るときにいつも来た際はいつもお世話になってるんですけども、力也さんありがとうございます。いやすごいなんか出会いが、まあ、そうですよね。会うたびに、まあ人のつながりは面白いですね。はい、人のつながりが結構なんて言うんですか、こうやってね、いい出会いっていうかになるんで本当に感謝してます。ありがとうございます。いや、会うたびにね、どんどんね、上手くなってるし、あ、強くなってる。本当ですか。フィジカルがすごい、なんかバランスとかいいんですよね。あ、フィジカルとか結構いい感じですか。見てて、お尻とどんどんできるようになってくるんで、うわ、これなんか、ワンタレント来て、はい、その時もワンタレント、あ、いや、これすごい強くなるなとか言ってたんですよ。あ、本当ですか。うわ、嬉しい。ありがとうございます。で、試合見たら、あれみたいな。まあ、しょうがないけどね。普段こうなっても、やっぱり試合とかこうなっちゃうのはしょうがないんだけど。力也さん、一つだけ言えるのは、俺初めての格闘技の試合だったんですよ。ゴングが鳴った瞬間、頭真っ白になって、ガードなんて一つもよぎりませんでしたよ。まあまあ、普通っちゃ普通なんですけどね、なかなかやっぱり練習の、やっぱり対人で、しかも、もらったら、ね、痛いとか怖いとかあるんで、絶対2、3割出ればいい方かな、普段の練習は。やっぱみんなどうなんですか、初めての試合とか、セコンドでついてったりとか、あ、はいはいはい、するときって、みんな結構どんな感じですか、緊張してますか、初め。まあ、人によりますけど、やっぱり最初は特にやっぱり緊張しちゃうし、減量とかも落としすぎちゃうし、不安だから。ああ、はい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 。こうだから始まった瞬間に逆に リラックスする人とスイッチ入っちゃう人といろんなタイプですね。やっぱり性格によってみんな違うんで。ちょっと僕力也さんにすげえ気になったことなんですけど、もうこれ新宿のど真ん中じゃないですか、言うたら歌舞伎町、もうほぼ歌舞伎町、歌舞伎町の中ですね。ですよね。歌舞伎町の真ん中で何年ぐらいここのジムはやるの。ここは16年ですね。16年、で、朝の6時まで。そう、朝の6時まで。力也さんが毎日ずっと朝まで、います。あ、まあ、日曜日とかお休みですけど、はい、いますよ。体調悪い時でも来ますか。体調はだからもう本当、体調つけてって感じです。うわー、すげえ。逆に夜中とかどういうお客さんが来たりするんですか、ここの。すごい立地がいいんで。まあ、やっぱり歌舞伎町なんで、この辺の飲食店終わって、はい、みんな想像通りだと思うけど、やっぱりホストさんたちとかが、まあ、仕事終わって、そういう店1時までなんで、その後片付けして、食事する人はして、まあ、3時前後くらいからまたわしゃわしゃと。人が来始めて。そうですね、今、ホスト格闘技が流行ってて、はいはいはい、おたげっていうのが3ヶ月に1回あって、今度、まあ、今日も、最近もなんか、令和私立大学生とかいうのとか、なんか今日もやってますよね。ああ、やってますね。今日もあれどこでやってるんですか、今日の格闘。今日は新宿フェイス、歌舞伎町ですね。あ、そうなんですね。あれもホスト系の。あ、そうですね、結構、そういう方が来ていただいてて。今ってじゃあ新宿でも、そのホストでも格闘技ブームなんですか。そうですね、やっぱりレイキングダウン、やっぱり火付け役になった部分はありますね。ああいうのをやっぱり歌っている人とかで、正直言って1分間なんで、もう初心者でも出れちゃうと思っているというか、まあ、1分間でも、まあ、やった人は分かると思うけど、すごい大変なんだけど。いや、甘くない、甘くない、マジで。まあまあ、その辺をやってみなきゃ分かんないで、まあ、来てちょっとやるだけでも、まあ、体験して、やっぱりダメだっていう人もいれば、いや、これぐらいだったら頑張ろうっていう人も。結局やっぱ初めて何が怖いって、パンチが飛んでくるのを反らしちゃうっていうのがあるんですよ。それってやっぱ経験ですか。それもありますね。あ、やっぱり練習、まあ、自分も実はもうすごいハートは弱くて、そのためだからもらいたくないんで、とにかく練習をしたっていうか、ディフェンスの練習から入ったっていうのはありますね。もう全然見た目はイケイケな感じがしますけど、力也さん言われる。あ、本当ですか。だから試合とか打ち合いやるのかと思ったら逃げまくる、逃げるっていうのもあれだけど、さばいてこう、はい、殴られるタイプなんで。まあ、殴られたくないから練習した感じ。ああ、そう、うん。逆にこういうところでお店をやってると、変わったお客さんとかも来られるんですか。そうだろうな、まあ、変わってるっていうのは、まあ、変わってる人も多いかもしれないけど、そんな、なんか、期待するほどっていうか、そういう、それこそブレイキングダウンのオーディションみたいなことはあんまりないっすよ。あ、
ないんですか。まあ、見た感じ、やっぱり炭とか入ったりとか、見た感じはね、大津い人とか来ても別に、なんか別に話したら普通だし。なんか噂によると、よく瓜田さんも昔から。そうですね、来ていただいてて。うわー、瓜田さん怖くないですか。まあ、全然怖くないですよ。本当ですか、いい人っていうか、まあ、そうですね、地元がやっぱり新宿だったんで、実はその同じ学校の人とかが来てたんで、その関係で来てたのもあって、まあ話はあるけど、まあ、昔はひどかったっていう話は聞いてるんで、まあ、今は落ち着いて、まあ、本人自体も言ってますけどね、多分昔だったら もしかしたらあんまり話合わなかったかもとか、振り分けあんまり好きじゃないんでっていうか、そうなんですね。逆に女子の方も多いですか。多くはないけど、まあ増えてますね。ダイエット目的で、やっぱり女優さんとかモデルさんが結構ダイエットでキックボクシングやってるっていうんで、はいはい、そういうのに憧れて、なんかベロベロで来る方とかいそうですよ。もうたまにだから人数とかで来ると混ざってるけどね、まああんまり危ないことはさせないでありするんだけども、そういう人は結構初めにロープとか飛ばしちゃうと吐きに行くんで。ああそういうことですね。まあね、ホストは吐くのも仕事なんで、まあ、ここで仕事さすわけじゃないけどね。はいはい、まあまあ、うわすごい、なんか立地もすごい場所なんで、いろんな方々が来て面白い位置みたいな感じなのかなと思ったんですけど、どうなんだろうね、他のジムのあれがよくわかんないですけどね。はいはい、まあまあ、まあ、いろんなジャンルの人確かに来るは来るけど、どうなんだろうな、文化が変わってるから、もう日常がもうわかんないんで。そうですよね、うん、もう普通か普通じゃないかすら分からなくなってるっすね。結構ほんとブレイキングダウン出る人ってなんか変わったやつ多いっていうかって俺は感じました。ブレイキングダウン多分じゃないとね、取ってても普通の選手取っても、ね、真面目にやってる人取ってるもん。だからちょっと癖の強い人を集めた方がどういう、ね、なるかとか面白いんじゃないですか。やっぱあの力也さんから見てどうやったら強くなりますか。やっぱりもちろん練習だと思うんですけど、毎日コツコツ来るのか、1週間に2回ガンって来るのか、どっちの方が。まあその人のタイプかな、性格とか。まあ1週間に2回とかだったらある程度自分でも多少は走ったりとか、心肺機能を多少はやってもらってかな。まあ技術練習はやっぱり対人練習とか人がいないとジムじゃないとできないんで、はいはい、まあ、まあできればコツコツの方が、まあこっちも見れるんで安心はするっていうか、まあで毎日来てくれた方がこう計画が立てられる。あ、やっぱ何事もコツコツまめに通うことが大事なんですね。うん、だと思いますけどね。僕最近よくさせてもらうんですけど、本当にいいジムで、ぜひなんか歌舞伎町とか言わず、東京の方はぜひちょっと遊びに来てもらいたいですよね。全然、いや本当にいいジムなので、僕はここであの東京の時は練習させてもらってるんで、ぜひなんか。今後とも、よろしくお願いします。でも力也さんめっちゃ怖いっす。顔、本当ですか。本当、もう力也さんが直々にやっぱね、そういうタイミングとかになることがあれば多分教えてくれると思うんで、あの、ぜひね、東京とかこれからジムへ入ってみようかな、ブレイキングダウン出てみようかなって人がいれば、ね、ぜひ新宿スポーツジムにね遊びに来てくれる。ちょっとグラフィックかっこいいですね。誰描いてるんですか。あ、知り合いの、俺の飲み屋の人に描いてもらって。あ、そうなんですね。いや、外の、グラフィティというか絵も可愛い感じで、あのすごいね、雰囲気あるんでね、ぜひ遊びに来てください。新宿スポーツジム、お待ちします。